ひろかずくんが好きなお菓子とジュースと毎週読んでる雑誌。うん、これでバッチリだよね。ただいま。ひろかずくん、頼まれてた番号帰りに買ってきたよ。ああ、サンキュー。お邪魔してます。あ、いらっしゃい。じゃあここに置いてくね。あ、うん。ねえ、ひろっちのお姉ちゃんってさ、かわいいよね。そうか。なんだよこれ。あの子、彼女なのかな。もしかしてイッチのことするつもりなの。なんなんだよ。別にいいだろ、クラスの友達うちに呼んだって。そうだよね。ひろかずくんは私と違ってリア充だもんね。リア充って、もう終わり。赤崎を待たせてるから。もうちょっとだけ。あいや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 、やっべ、赤崎から。ひろかずくん、あれ、もう行くから。もうひろっち遅い。何してたの。いや、親から電話があったりしてさ。お母さんなんだって。ああ、大したことじゃないんだ。今日帰りが遅くなるとか。ふーん。なんだよ。ねえ、ひろっちってさ、彼女とかいるの。はあ、なんで今そんな話。っていうかさ、女子を家にあげて勉強しかしない。赤崎。私、もう彼氏いないんだ。赤崎は可愛いし、願ったり叶ったりだけど、俺には姉ちゃんが。ほら、ひろっちも脱いで。あ、いや、別に彼女を作っても問題ないよな。いいよ、別にそんなの。それじゃあ明日、学校でね。おう。ん？予想外のラッキーで気持ちがふわふわしてたけど、姉ちゃんからのメールで一気に我に返った。仕方がない。こうなったら赤崎にも協力してもらって。なんて都合よくはいかないよな。漫画じゃあるまいし。でもよく考えたら、ビクビクする必要ないのかな。別に姉ちゃんと付き合ってるわけじゃないし。ひろかずくん。はい。あのね、ひろかずくんはさっきのこと付き合うの。いや、どうかな。はっきり好きって言われたわけじゃないし、急なことだったから、まだ心の整理が。まだ付き合ってないんだったら、その前に、さっきの続き、してほしいの。姉ちゃんってさ、もしかして俺のこと、男として好きなのか？もう、今更。うん、好き。小さい頃から、ずっと大好き。姉ちゃん。行ってきまーす。おはよう、ひろっち。え？迎えに来ちゃった。一緒に学校行こうよ。あのな、赤崎。私、ひろっちのこと本気で好きになっちゃったかも。いや、だってそれは。ね、またしようね。うん。ひろかずくん、私先に行くね。姉ちゃん。お姉さん、気を使ってくれたのかな。また？ひよこ？なんか変な絵文字来た。何よ、すごいデレデレしちゃって。私がどんな気持ちでいるのか少しくらい悩めばいいわ。なんだよこれ、わけがわかんないって。